こんにちは。麻雀ホロキね。まあ確かにここ5年ぐらいで知り合った方で、まあ私がね、麻雀店とかね、麻雀に関わっていたなんていうことを聞いたらね、ものすごく意外だと、もう信じられないということは、まあよく聞きますよね。まあ人に歴史あり人生ありと言いますけども、考えてみれば、今みたいな人生が待ってるとしたら、その30代のほとんど、まあ20代、もっと言って中学生の頃から麻雀、やってましたからね。もう時間返してくれよって感じですよね。何かに没頭するってことあるんでしょうけど、没頭すればするほどなんかだいぶもったいないことしてきたなって今感じますね。まあだからもう脇目も振らずできるんでしょうけどね。もう後悔がないようにというか、なんかこう時間がどんどん1秒ごとになくなっていく実感がすごいありますからね。まあ、逆に言うとなんかこう深く没頭したものがあるから深く反省できるのかなとも思いますしね。だからその旗から見たら当時は麻雀店の経営者とかね、憧れてもらった時もあったりとか、自分も麻雀店やりたいんだけどどうすればいいんでしょうかって聞かれたこともまあまああったわけですけども、そう考えてみたらね、単なる麻雀ファンじゃなくて行くとこまで行ったんだろうなと思いますけども、まあでも分かったのは大きな後悔だったということですかね。なんかしかもそのもっともっと有益なことね、何が有益かってみんな違うと思うんですけども、必ずその娯楽っていうのはやめていくんですよね。だから没頭できる時期っていうのがあるのは貴重なことなんですけども、どうですかね。なんかこう吉田さんが引きこもった時期があったみたいなことがあって、まさにねそことちょっと共感するんですけども、こんなことやっちゃいけないと思いながらずっと麻雀店の起用しながらいわゆる引きこもっていた状態だったんですよ。これじゃダメだなと、どうにも人生もう曲がっていってしまったなと、あと落ちぶれるしかないなと、しかもなんかあんまりいい人は来ないわけですよ麻雀に関わってる以上。でもなんか他にできることもないんで、全然こう誰か助けてくれみたいな感じだったですよね。その誰か助けてくれみたいな発想がもう終わってるんですけどね。でもどっかで、あ、自分でやらないといけないんだなっていうことで、そのテクノロジーを借りながら自分でやっていくっていうんですかね。だからテクノロジーがあったからもう本当自分でできることに気づいたけど、ちょっとね時代が違ってた。10年ぐらい前だったらテクノロジーがなかったんで、なんか本当やばい人生というかね、風天暮らしになってたんじゃないかなと。そうですよね。自分がその麻雀店をやってたなんて今本当なんか全然思い出すことがないですよね。なんか言われない限りは。これからねあれですよね、生涯誰かのために何かをしてお金をもらっていくということは多分変わらないと思うんで、そこですかね。しっかほっか稼いで家族に使ってもらうってことの繰り返しですかね、これからね。はい、じゃあまあちょっと行ってきます。行ってらっしゃい。